皆さんこんにちは、夢流チャンネル26回目の放送です。イエーイ、ありがとうございます。この番組は、慎吾さんが皆さんからの質問に答えたり、おすすめの本も紹介していく番組となっています。はい、はい、こちらの夢を叶えるビュー、こちらの本もぜひチェックしてみてください。ぜひチェックしてください。さあ今日は慎吾さん、はい、あのメッセージがとても長いメッセージが来ているの で、 そうですか、早速紹介していきたいと思います。わかりました。はい、アブーさんからいただきました。アブーさん、はい、お茶の居場をいただくことに躊躇しています。居場、許し状ですね。ああ、なんかそのお免状みたいなものでしょうかね。うん、はいはいはい。数年前に車で事故を起こしてお金がかかり、2人の子供にもしてあげたいことも買ってあげたいものもあります。うん、夫は事故の時も車が壊れても、うん、車が壊れて人が助かったんだからそれでよかったと言ってくれる思いやりの深い人です。うんうん、夫は毎日体を酷使しながら家族のために頑張ってくれています。うん、本当はギブアップしたいほどなのに。うん、そんな中で自分のことに多大な費用をかけてはいけないような気がしておじけづくことも多いです、うんうん、が、お茶の先生が元気なうちにできる限りのお稽古をしたいという思いもあります、うんうん、諦めるか、粘るか、考え続けて励そうです、はいはいはい、どう考えて判断したらすっきり腑に落ちるでしょうか。慎吾さんのブログに出会い、気の持ちようや捉え方がうんと変わった感じ、とっても感謝しています。ありがとうございます。2020年ますます飛躍の慎吾さんを応援しています、ありがとうございます。はい、質問は、質問はですね、まとめると、はい、お茶のお稽古を続けてもいいでしょうか。そうですね、お茶のお稽古を続けて、続けるとお免状がもらえると、でもそれにはお金がたくさんかかるし、で先生もちょっとご高齢で、その機会もひょっとしたらなんていうかな、先々そんなに長くないかもしれないという危機感があるし、でご家族もちょっと大変なことがあったりして、経済的にちょっと大きなあのショックがあった、で旦那さんも一生懸命頑張ってる、はい、で息子さんたち、お子さんかな、息子さんとは書いてないの、お子さんたちもたくさんあのやってあげたいこともある、それに自分がわがまま通してお金使って、お茶の勉強していいんでしょうかっていう、そういうご質問で合ってますか。合ってます。ありがとうございます。よかったですね。でまあすごく幸せですよね。本当に家族の協力というか愛を感じますよね。ね、なんかこの方の、その皆さんへの愛、先生への愛、旦那さんへの愛、お子さんへの愛、すごく感じて、なんかね、聞いてるだけでもほっこりするような、はい、あのご質問をありがとうございます。で、おそらくまあこの優しさ。この方のこの優しさがちょっと言っちゃうけれども厳しいかもしれないけど、ご自身の人生のブレーキがかかってるっていうのもあるんですよ。自分優しすぎて、でもそうそうそう、周りを考えすぎて、そう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 、周りを考えすぎちゃって、自分がやりたいことこれやっていいのかな、どうなのかなっていうので、励そうになってる。すごい悩んでらっしゃる。そう、優しいから励そうになってる。ということは、はい、ちょっとショック療法を与えると、優しいのをやめればいいんですね。優しいのやめる。そう、だからわがままになって、私は勝手をやるのっていうふうにして、お茶の免状絶対取るんだ、お金もいっぱい使うのっていうふうにやるのが、一回両極端にまず置いてみた、ね、これでどういう感じがするかって感じなんです。でも多分この方は優しいから、それを一気にできないから悩んで励ようとしてるんですよね、はい、ということは、結局皆さんの意見を聞いてみればいいんですよね。すごくシンプルな話。そうですね。率直に伝えてみる。子供にも。だからこの質問状をそのまんま旦那さんに見せればいい。私こう考えてね、励そうなの。そして YouTube でも、この YouTube 見てもらってもいいんですよ。ね、だから旦那さん、あなたのことを考えて、私はこういうふうなことをやりたいんだけれども我慢してるっていう悩みを聞かれてます、今私が。旦那さんに旦那さんにお話ししたらいいんじゃないかなっていうふうに言ってます。で、僕思うんだけど、多分ね、本当はギブアップしたいほどしんどいふうにして仕事をしてるって思ってるのは、この方のアブーさんの勘違いで、旦那さんはね、多分ね、アブーさんの幸せとお子さんの幸せ、それが本当に嬉しくて一生懸命仕事してるんだと思うんですよ、で男の人って、そんなにニコニコ笑わないかもしれないから、こうやってこういう顔で仕事してるのかもしれないけど、それは聞いてみなきゃ分かんないですからね。そうですね。そう、
だから本当はお茶のことをやりたいし、お金も使ったらどうかなと思うんだけど、どう思いますかっていうふうに言って、うん、で、もっとさらに言えば、そのお茶の居場を取ってどうなりたいのかっていうのも、うんうん、旦那さんにシェアしてあげると、とっても旦那さんは喜ぶと思うんですよね、うん、だからそのお許し状をもらったら、どういうことができるのかはちょっとわからないですけど、例えばお茶の素晴らしさをいろんな人に伝えられるかもしれないし、お弟子さんが取れるのかもしれないし、うん、でね、僕は今海外に行ってるけど、海外でそのお茶とかって絶対受けるんですよね、うん、で海外の人お茶大好きで、日本茶って言ったらやっぱりどこのレストランにもあるし、はい、でその伝統的なね、こう立てるやつとか、うん、あとはなんでドアにじり口って言って扉が下にあるのかとか、あれって結界なんですよね、その扉ちゃんとそのエネルギーを回すっていうか、その場所のエネルギーを作るためにちゃんと扉が下にこうなんかこう入りづらいような状態になって、誰かで入らないようになっていて、でそれは日本ならではの考え方で、日本はそういう昔からエネルギーとか、そういうものに敏感で繊細だったんだよみたいなことを海外向けに発信できるかもしれないのよ、だから今は私これやらせてとかって言ったら絶対応援してくれると思うんですよ、そうですね、優しそうな旦那さんですもんね。そうなんです、うん、で多分そんなことは分かってるんです、アブさんは。また元話戻すので、うん、話せばいいのは分かってます。でもここでグニャ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 ってなってるのは、実はそのお茶のお許しをいただいたりとか、私がお茶の練習をしてなんかすごくステップアップしちゃって、うん、うまくいっちゃって、はい、いろんな人に注目されちゃったりとか、うん、成功しちゃって自分の夢が叶っちゃったら、うん、結構ざわざわするんですよ。ざわざわ、そう、怖いんですよ。ちょっとうまくいくと怖くなるんですか？そう、うまくいくと怖くなる、うん、だって人生変わっちゃうでしょ、うん、確かに安心感はなくなりますね。そう、だからそのなんか不安みたいなものも今ちょっと感じてるんですよ、うん、ああ、そこまで感じてらっしゃる。でそれをお金の問題、うん、旦那さんの問題、家族の問題、いろんなものでこの四方八方にいろいろなんかこう駒を置いて、はい、うん、ギャー私を動かさないようにしてってやってるっていう部分もあるんです。そうですね、うん、だから最初に私はやるんだっていう風に一回置いたっていうのはそういうことなんですけど、一回その辺を全部クリアにして、私がこのお免状を取ってどうなりたいのか、何がしたいのか、そして家族とどういう風に暮らしたいのかっていうのを全部書き出してみて、でそしてお金の不安、旦那さんへの愛情、お子さんの愛情、全部感情もそのまんま家族にシェアしてあげたら、間違いなく応援してくれるんじゃないでしょうか。はい、今多分お話聞きながら自分の中でも整理できたかもしれないですね。うん、そうですね、整理するって大事ですね。そうですね、はい、ぜひぜひ、はい、参考にしてみてください。またいろいろ教えてください。はい、お待ちしています、はい、ありがとうございます。さあ、そして今日もおすすめの一冊を、はい、慎吾さんからご紹介していただきます、はい、ありがとうございます、はい、今日はですね、まあちょっと今日の内容にも被るんですけど、自己啓発って言いたくないけどでも誰かを啓発する言葉、長いですね。長いタイトルです。自己啓発って言いたくないけどでも誰かを啓発する言葉、了解翔太さん。あ、長いですね。長いけど、なんか語呂がいい感じがしますね。自己啓発って言いたくないけどでも誰かを啓発する言葉ね、確かに言いやすい。難しそうで言いやすいっていう。そうですね、不思議ですね。了解翔太さんの、はい、本ですね。はい、はい、了解さんは、まあ、僕も友人なんですけれども、以前夢を叶える流のオンラインプログラムというのを作ってまして、その時にね、力添えをいろいろ借りて、まあ、インターネットとその、はい、あとはそれを僕のそのコンテンツを広めるのに力を貸してくれた、すごくねイケメンの、それから歌が上手で、うん、ファッションセンスもかっこいい、うん、了解翔太さんですね。僕がいくつも持ってスラッシャーって言ってね、はい、いろいろ役割を持ってらっしゃる、うん、その役割をこうなんていうの、一つの役割スラッシュで切っていくからスラッシャーっていうらしいんですけど、うん、まあその名前の付け方からしておしゃれですよね。センスが違いますよね。そうですよね、竜の魔法使いって分かりやすいけど、ちょっとスラッシャーにはおしゃれ度では負けるかなって感じはやっぱしますよね。はい、だからちょっとだいぶこうなんか今褒めてきて、ちょっと軽く嫉妬し始めてきたので、もうご紹介をやめます。やめないでください。嘘なんですけど、すごいいい人で、実はみーこちゃんと知り合ったのも了解さんの、ね、現場でしたね。はい、はい、
そうそうそう、で了解さんの現場で、うん、ゆめりゅうチャンネルみたいな、ゆめりゅうチャンネルってその時はまだ名前はなかったですよね。動画ちょっと撮影したくてアナウンサー探してるんだけどって言ったら、私アナウンサーですって言って、じゃあ3日後やるんだけど来るって言ったら行きますって言って、それで始まったのがゆめりゅうチャンネル。本当そうでしたね。すごいシンクロですよね。トントンでしたね。だ彼はそういうご縁つなぎの名手でもあって、いろんなところでね、そのパーティーだったりとか、いろんなその著名人の人を集めていろんなイベントをやってるような、まあまさに若きカリスマと言っていい彼なんですけれども、まあいろんなね、そのなんていうんですか、文字っていうか言葉が書いてあって、これが一つ一つ熱い言葉が書かれてるんですよね。うん。で、まあそれとプラスその写真、こちらの写真もすごい美しい写真で、たくさんたくさんこう素敵ですね、ね、素敵な写真が、写真集としてもすごく、そうですね、うん。自分がそれをやることを考えた時、緊張して心臓がバクバクしたら一気に行け、そこが突破口になる。かっこいい、かっこいい。やっぱりやめよう紹介する。ざわざわしてきました。俺もこういうことが書きたい、書きたい、うん、一気に行け、龍の背中に乗れ。それ、あれ書け、言えない。でもね、こういう短い言葉でパッと言うっていうのはね、センスがあるし、やっぱ僕にはできないです。僕はやっぱちょっとね、いっぱい説明しちゃうんで。だからもしさっきのご質問者のアブーさんに、なんかうってつけの言葉かなと思って今もパッと開いてね、出てきたんですけど、おそらくその旦那さんのこととか、いろんなことを考えると心臓がバクバクして剥げそうなんですよね。そう、自分がそれをやることを考えた時、髪の毛が剥げそうになったら一気にいけ、そこが突破口になる。バイシンゴ流。だ、僕はどうしてもこうやってちょっとふざけちゃうっていうかね、面白いことを言っちゃうんですけれども、要はそういうことなんですよね。うん、だからやっぱりどっかにその恐怖心みたいなのがあって、でそれを多分見せてくれてると、周りが思うの見せてくれてるので、一気にお茶の先生になっちゃえば、免状を取れば、取っちゃえばいいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、パッと開いたところにメッセージがあって、そう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 、メッセージブックとしてもね、とてもいいと思います。はい、はい、そしてこちらの方を今回も1名様にプレゼントです。はい、プレゼントです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。説明欄のところに応募フォームがありますので、そちらからご応募ください。はい、メッセージもお待ちしています。はい、お待ちしてます。はい、ありがとうございます。さあ、そして告知のお時間です。はい、6月5日6日に大阪の癒しフェア、というのがありまして、前回ね、3月は、延期になっちゃったんですね、コロナウイルスの影響で、はい、なので、まあ、リアルでお会いできる、まあ、数少ない、タイミングだと思うので、僕も今から本当に、本当に楽しみにしていて、なんかこの楽しみにしているエネルギーも含めて、なんか皆さんにお届けしたいなっていうふうに、溜めて溜めて、溜めて溜めて、そう、この間ね、大阪の癒しフェアのオンライン、ズームでね、やりました。で、その時は、ハッピーフェスも延期になっちゃって、で、大阪の癒しフェアのリアル版も延期になっちゃって、で、それでズームっていう、そのね、もうやりたかったのにっていうそのエネルギーを一気に出したので、もうなんかもうカメラひび入るんじゃないかっていうぐらいエネルギーがドーンっていったんですよ。だから今もうなんかハッピーフェスも延期になっちゃって、癒しフェアも延期になっちゃって、それでなんかね、6月にみんなに会えるっていうこのなんか3段階のこの渦巻いたエネルギーを一気に皆さんに放射しますから、ぜひぜひ無料セミナーから来てください。立ち見はもう必死なので、立ち見なので皆さん台を持って、立ち見必死、そう、自分でこう台を持って、でこう後ろからキョイってこうね、立ち見席からこうふいって見れるぐらい、台を持って、台を持ってがポイントらしいです。次の大阪癒しフェアでは台を持っていける、それが突破口になる。シンゴ流。お後がよろしい。お後がよろしい。今回もお別れのお時間です。はい、さあ、また来週も笑いたっぷりでお届けしていきたいと思います。ゆめりゅうチャンネル、ぜひ来週もお付き合いください。ありがとうございました。バイバイ。バイバ